悪かったわね。急に止めてもらって。それは別にいいけど。なんで一緒に入ってるわけ？佐藤、物は相談なのだけど。おっぱい触るのはなしだよ。まだ何も言ってないじゃない。そんなに気になるなら触ってもいいよ。ありがとう佐藤。やはりあなたは慈悲深いわ。<笑>